ジャッカルハイボール研究員です。本日ライブなんですけど、その前に、ミシェルで、さっき夕べできなかった洗い物をしてました。こういう悪いこともしちゃおうかなと。悪いことで、こんなん全然悪いことなはずなかったんだ昔は。大人の男は男性っていうのはタバコを吸うのが当たり前だった。それは今ではどうですか。どこに自由があるっていうんだよ。でね、今僕は自由になりましたけど、ただ自由っていうのはリスクもある。お金は自分自身の力で稼がなくてはならない。まあ、僕は、酒の力を借りてお金を稼いでいきます、ね、酒場の店主だけに。ウイスキーですけれども、これジンビームが入ってるわけじゃないです。これね、他のポケットウイスキーと違って、これ入れ物がプラスチックなんで軽いんですよ。だから、他の酒をこの中入れてます。で、で最近ね、酒をこう味わって美味しく飲まなあかんっていうので、酔うとかいうよりじゃなくて本当に美味しく飲むために、何が一番美味しい飲み方なのかなっていうんで、まあ、ハイボールもちろんなんですけれど、違う飲み方で、実はこの中には、1対1対2で、ジャック・ダニエル1、ジョニー・ウォーカー黒ラベル1で、2を水という感じで、半分お酒で半分水という感じで、の割合にします。するとね、ものすごく味わいやすいですよね。だからなんとか18年とか、このジョニー・ウォーカーのブルーラベルみたいな、まあ、かなり高い酒、はハイボールの汁にはちょっともったいないかなっていうのは、氷を入れないで、水と半々に割る、これが一番美味しい飲み方じゃないかなと、いうことに気づいたのかな、気づき出したのかな。これは勘違いではないと思いますけど、間違いはないと思うんでね、よかったらやってくださいね。まあ、そういう飲み方は、本にも書いておりますけれど、それでは、ジャッカルハイボール研究所からジャッカル HB でした。